前の動画では領域や経済水域についての話をしました。ま、でも日本の領域、つまり日本がどっからどこまでかって話はせんかったよね。なので今回は前回の続きとして、日本がどっからどこまでか、つまり日本の端っこについて話をしていきたいと思います。東西南北4つの端っこです。実はこれ全部小さな島になってるんやね。順番に紹介をしていきましょう。まずは、どっからいこうかな。 ちょっと寒くなってきたので、一番寒い北から行ってみましょうか。日本の一番北っていうのは、エトロフ島という北海道の島になります。ちょっと漢字が難しいんやけど、えっと、尺が足りるね。底辺に尺と書いて、底辺に足りると書いて、エトロフ島と読みますよと。 これが日本の一番北、最北端になります。やねんけど、実はこれ、えっと、エトロフ島は日本が支配、今できていないとこなんです。え、ここのエトロフ島、もともと日本の領土でした。ただ、戦争が終わった後、太平洋戦争、第二次世界大戦が終わった後に、え、当時の、今のロシアね、当時のソ連っていうのが、ここを支配していたんです。え、ここにある四つの島、北方領土っていうのを支配下に置いていました。 これはちょっとまた詳しく領土問題の動画でやりたいんやけど、北方領土として支配していました。で、ソ連っていうのは崩壊をして、これは歴史でやると思うんやけど、ソ連っていうのは崩壊をして、今ロシア連邦になったんやけど、まあその時に本来やったら返してもらう領土なわけね、このエトロフ島とかクナシリ島という北方領土の4つの島です。 やねんけど、それがちょっとまだ変えてなくて、ここはロシアと日本でちょっと問題になっているとこなんです。まあでもここはエトロフ島って日本の領土だと日本は主張しているし、ずっと日本の領土だったとこなので、日本としてはここが一番北。最北端になりますよと。まあちょっと問題はあるとかやねんけど、一番北はエトロフ島になっています。そしたら今度逆に南に行ってみようか。一番南。 こんな離れているとこに日本の領土があるわけねこの島はちょっとややこしいんやけど沖ノ鳥島と言いますで何がややこしいかっていうと名前はそんなに桃風島ほどややこしくはないねこれ沖ノ鳥島でここは一番南になるんよ最南端ねそしてさっきの桃フ島は北やねんけどややこしいのはこっちの東との区別なんです この東の島一番東にある島んていうかっていうと南鳥島っていいますややこしいやねこれ名前だけ見たらこの南鳥島が一番南やと思わへん南って入っているもんねけどこの南鳥島は東京都の小笠原諸島の一つで一番東にある島なよ沖ノ鳥島が南で南鳥島が東です これちょっとと間違えないいい。ようにしてくださでえっとちょっとこの沖ノ鳥島だけ紹介をしておきたいんやけどこれは面白い島なんですまあんまり面白くねはないんやけど昔はある程度しっかりした島があったんやけど実はどん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 削られててこの沖ノ鳥島はなくなりそうなんですこれです沖ノ鳥島ええー、って思うやねここに小さなま顔を出している島があります しかもこれは満潮になると一つ見えんくなるんよで,でサンゴ礁がこう周りを囲かかっているような小さな小さなもう何て言うのね小島みたいな感じなんですそこに日本は観測所とかの施設を設けて日本の領土としていますこの写真を見て沖ノ鳥島の写真を見てえこんなん別にいらんやんと思わんでもこれ沖ノ鳥島めちゃくちゃ大事なんです前の動画で経済水域の話をしたよね これがあることでここの周り日本の経済水域になってくるんです前の動画でも経済水域を見せたと思うけどここの周りがちょうど丸に囲われてたと思いますこの小さな小さな門と欠片みたいな島があることで日本はここの天然資源石油とか天然ガスとかあるか分からへんけどと水産資源の権利を持つことができているわけ なので最南端の島として日本はしっかりこの島を例えばここをしっかり囲ってこれ以上削られないようにしたり観測所を設けたりして管理をしています一番南は沖ノ鳥島になりますよとで一番西これは沖縄の与那国島というとこになりますちょっとこれはどうしようかな赤でいっか一番西っていうのは沖縄にある与那国島になりますよと これは結構しっかり大きい島で、えっと、普通に旅行に行くこともできます。西の、一番西の方に行くと、ちゃんと観光地として整えられてるんやね。こうやって見ると、めちゃくちゃ台湾との距離も近いんだっていうのがわかると思います。この4つの島、択捉島、南鳥島、沖ノ鳥島、与那国島、これが日本の端っこになるんやけど、さっきの択捉島で紹介した通り、実は領土問題としてかなり争いの多いとこでもあるんやね。 一番問題としてはっきりしているのはこのエトロフ島なんやけどこの与那国島の近くには尖閣諸島という島があってそこの島の権利っていうのを中国であったり台湾っていうのも主張していますたくさんニュースにも出てくるところだと思うのでしっかりこの日本の4つの橋を押さえておくようにしましょう